阿弥陀仏鎌倉大仏王城寺は抜け、一切御師匠根本特性浄土だらにと呼ばれる、経典の古障。経典、抜け一切御師匠根本特性浄土だらには、大蔵教の総判、原版、民版などに所集されている。この経典は、大正像、第十二冊に見える。ただし、駒像には、記録がない。竜美の原価年間に愚奈払いだらによって、略出されたと言われた。 グナセンダラが薬出した、賞無料受刑に見えるとされているが、賞無料受刑は、当代には失われており確認することができない。しかし、1980年代にグナハライダラによって、薬出されたとの説が疑問視する研究が発表され、成立は、壮大以降という見解が提示されている。真珠部分は、全九十字で実際に読書をすべき、 王上主に相当する部分が15区59字、残り31字が発音や区切りを指定する割中である。また、真珠部分の後に47文字の句読文が添えられている。時代が下ると軸や読書の句頭に顕著な違いを生じ、秋夜には14区59字の形式になって定着した。本来は浄土教的要素を持つものだが、壮大以降は、 全清一致思想が顕著になり、特に全清一致を思考する人々によって盛んに読書されるようになったとされる。中国の浄土宗においてよく唱えられているダラニである。亡くなった魂を救済することができると言われている。このダラニの方法独特、この王上司を唱えるときは三つの棒を清め、つまりは沐浴し、口をすすぎ、誠の心を持って、二つの前で、 お線香をあげ、正座しが死すること。昼と夜に、それぞれ21回ずつ唱える。そうすれば4つの重罪つまりは、はわご像、ほうぼう罪、この他十種は苦道も消えてなくなると言われている。大乗経典の誹謗した罪も消せると言われており、現世における一切の願いが叶うと言われている。邪悪な鬼神によって迷わされることはないとされ。 もし二十万回唱えれば、知恵の目が芽生え、三十万回唱えれば、自ら阿弥陀仏に会うことができると言われている。王城書は中国でよく唱えられる重傷種の一つで、ある。誠の心を持って唱えれば、阿弥陀仏が常に頭上にいて守ってもらえ、あ、だから傷つけられることもなく、安楽を享受できると言われている。最大の苦読は、二つの光が照らされ、物事が順調になり、 吉祥に恵まれ、平穏に幸福であること。ただし、御口つまりは、産業すべて正常である必要がある。このダラニを唱えれば、現世では、心が喜びに溢れ、喜びこの上なく、一切の煩悩を取り除くことができるとされている。また臨終すれば、阿弥陀仏の西方極楽浄土に行けると言われている。王城主日本語中国語王城主度教、王城主オリジナルソング。 ありがとうございます。